ッチ木曜日 77.0MHz FM 滋賀 E ラジオから杉浦直哉がにぎやかにお送りしています。平日の午後に楽しさをプラス、杉浦直哉がお送りしていますキャッチ木曜日。さてここで番組にコメントが届いております。元カラフィーナの恵子さんからのコメントを一緒に聞いてください。Eラジオキャッチをお聞きの皆さん、パーソナリティの杉浦直哉さん、こんにちは。はじめまして、恵子です。私恵子はですね、約10年間、カラフィナの、メンバーとして活動してきて、今年からソロ活動をスタートしました。質問ということで、最近キャッチ手に入れたもの、これはですね、私は12月5日が誕生日だったので、誕生日プレゼントですね、キャッチしたもの。なんかもう本当これはタイムリーでした。さあそんな私恵子はですね、12月の2日にファーストオリジナルアルバムランタナをリリースさせていただきました。初めてのアルバムということで、制作は今年約1年間かけて、制作したんですけど、やっぱりソロとして初めてのアルバムなので、初めからこういうコンセプトでいこうとか、なんかこうこういう音楽が絶対歌いたいとか、なんかそういったすごくね、決定的なこう何かがある中で始めたというよりは、今のこの新しい新チームでこう今の稽古がこう歌ったら面白いんじゃないかとか、自分が普段こうちょっとめげてる時とか、力出ない時とか、ゆっくり寝たい時とか、なんかまあなんだろうな、そういう日常に聴きたい音楽、聴いてる音楽を自分がもしフルの歌ったらどうなるんだろうとか、聴き専だった曲を歌ってみるとか、なんかいろんな挑戦をして、なんかそういったこうよりこう合わせてきたものたちを詰め込んだ一枚になってるのかな、今回のアルバムなので、すごくいろんな時の皆さんの心に寄り添える曲が一曲でも入ってたらいいなと思って作りました。そんな私恵子の今後の予定なんですけど、12月の16日に ZEP ダイバーシティ東京で、ライブをやらせていただきます。こちらはその日に生で配信もするので、ぜひぜひ皆さんに、たくさんの方に聞いてみていただけたらと思います。ライブ本当にね、こう音がライブで変わっていくし、今回はいろんなゲストさんたちも、豪華に、呼んでおりますので、ぜひチェックしてみてください。そして実は FM 滋賀さんにカラフィナ時代行ったことがあるんです。なんか懐かしいし、なんか一度でも行ったことがある場所って、また戻ってただいまって言いたいなっていう風に、すごくコメントを今回お話しさせていただくことになって、また思い出すことができました。それでは先週リリースのファーストオリジナルアルバム「ランタナ」から「七色のフィナーレ」聴いてください。この後も E ラジオキャッチとともに楽しい時間をお過ごしください。そして車を運転の方は安全運転をお願いいたします。以上、恵子からでした。恵子さん、コメントありがとうございました。誕生日プレゼントゲットされたと、キャッチされたということなんですけどね、プレゼントとして何をキャッチされたんでしょうね、ちょっと気になりましたけれども。そしてまあカラフィナとしてFM 滋賀に来られたこともあるということなんですけどもね、ぜひね、また今度はまあソロの稽古としてね、来ていただきたいと思います。お待ちしております。コメントありがとうございました。